松坂大輔。皆さん拍手を迎えください。さあ改めて最も活躍した今日のヒーロー松坂大輔選手です。いや、ありがとうございます。本当にありがとうございます。すいません、なんか僕で、すいません。いやでも、松坂さん、はい、誰がヒーローになるかわからない、もちろん真剣勝負、はい、そういった中で逆転、2点タイムリーツーベースヒット。そうですね、まあ、その1打が大きかったのかなと、はい、思います。乱打戦にならずに、僕の最初の逆転打が、まあ、チームの勝利に結びついたので、まあ、そこが良かったのと、はい、思ってます。そして松坂さん、はい、この横浜スタジアムのマウンドに曲がりました。そうですね、スイラリーですね。いつ以来だろう、2006年以来ですかね、多分、はい、そうだと思います。いかがでしたか、その横浜スタジアムのマウンドは。いや、 やっぱりこれだけ多くの方が見ている中で立つマウンドは最高に気持ちがいいですね。いや、もうガツンと言ってほしかったですね、はい。まあ、多分ボールがちょっと弱かったので、はい、打ちづらかったと思うんですけど、はい、渡辺君、来年が非常に楽しみだなと。やっぱり見ててもすごくいい雰囲気持っているので、はい、横浜ファンの皆さん、来年の渡辺君を楽しみに見て応援してあげてください。本当に寒い中、最後まで球場で応援していただきありがとうございました。まあ、45周年記念イベントということで、すぐ5年後が来るのかなと勝手に思ってるので、はい、その時にはもうちょっと肩仕上げとくんで、はい、またその時を楽しみにしておいてもらったらと思います。今日は本当にありがとうございました。今日のヒーロー松坂大輔選手でした。松坂選手が金一封が贈られます。おめでとうございます。ありがとうございました。松坂大輔選手でした。皆さん拍手を送りください。